なあこの人とんでもねえこと考えてるすごいなこれ無敵じゃんどこまでこんな執着してんのあははこいアハハんはいどうもアニメの人の財前です今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います今回見ていくのは「結界戦線ビヨンド」第4話見ていこうと思います はい、だけで始まりました。結界戦線ですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、2期になって、またキャラクターの掘り下げだったり、もうキャラクターを好きになる、そんな描写がまた増えているわけなんですけれども、前回はね、いろんなキャラクターがこう触れられていく中で、スティーブンさんとチェインさんがめちゃめちゃ魅力的に映ったわけで、もうチェインさん、あ、チェインさんっていう風になってしまったわけなんですけれども、今回、人狼大作戦ということで、かなりチェインさん掘り下げ会ツーボンゴなんじゃないでしょうか。人狼ということでね、結構謎は多いものの、さあさあ,さあ、そこ これらが明らかになっていくんじゃないかってことで謎大きそれでは見ていきましょうよーいスタートさてここは何要人ホワイトハウスとかじゃないよねベルベット将軍軍 人狼部隊どういうことリーク襲うよってこと人狼部隊が動いてるよとうわもういる わお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 こんなにいたあ、チェインさんもいるじゃん。こんだけいるんだ。術師みたいな感じか。オルタネットって何なんだろうなんだっけ術師の組合みたいなものがあるんだろうな。人狼は人狼で。 アンドビヨンドレッツゴーマジで綺麗でいいななちょっとかなのがいいんだよねー 一気もそうだけど。そういや、あれ話したっけあれなんだってね、あのー、ブラックとホワイトって、アニオリ要素なんですってね。前も言ったかもしんないけど。 いいよね、でも、それがしっかりオープニングに映ってるいいなおまたせレッツゴー打ちすぎじゃないあ外したあ <laughs> やばいやばい皮肉が。 当てる気ないってことああ、脅すだけだったからいっかって話やばいはは <laughs> 癖強だなみんな。うん。ああ、ん。長素敵。 <laughs> ああまあ、諜報部隊なんだろうな。人狼っていうのが、そもそも、この街における。で、チェインはその中でもライブラにも所属してるって感じかな。さあさあ、ミおンちゃん。あ、もう一度言うけど、字幕見てるんで。 しょ何あどこに着くかって話はいうんなんだ誰かに影響されては ああ。不調。なんなんだろう漢字からもちょっと想定できないな。想定というか想像できない。印何かしらの。あら、ネジ。あら、仲良さそうだね。 あ、そうなんだ。でもまた、ストレスかかっちゃったんだ。はい。ダメなのああ、もっと美味しいものをバーガーをああ <laughs>、バーガー、バーガー。 あら、あははは、やばいやばいやば赤くなっちゃった。バーガーが。さて、チェイさん、何や、あははは、やばい、バーガー中毒になってる。ゲボロバなに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 な、あはははやばい。ガバベベバ、あメモ 猫のメモだお誰だすごいすごい,すごいもうほぼバーがガーあらガーリオバ忘れちゃったもん もうほぼバーガーで挟んでるじゃん優しいなあこの人バーガーの精霊あ <laughs> <laughs> かわいいだどんだけバーガー好きなのそうね 見えてないわけだ。まあ見えるか見えないかって多分チェーン次第なんだろうな。えとんでもねえこと考えてるちょ、とんでも、とんでもねえこと考えてた。うーん。あら、オフ。 かわいい。さあ。パッと見の情報的には食べ物が好きっていう、食べ物お酒が好きっていうところが基本的に情報としてあるけど。すごい部屋汚いな。ま、あでも掃除する暇もなさそうだもんな、チェインさん忙しくて。写真あら。 歯磨くあーでもなんかオフになるととことん緩くなるタイプの人か多分チェインさんあクラスさんうん あ,あ将軍見えないからじゃないの感知できないのそれすらもすり抜けんの人狼って因果率 存在したということすらないのすごいな本気で隠れたら見つからないじゃん夜にしか使えないわけでもなさそうだもんね。どっちだこの人はどっち側 わお、異界がっぱいな。あー、変なことをたぶらかしてるなー吹き込んでるね、この感じだと。あーしっかり靴の跡がついてる。あら、花瓶 <laughs> そうね。ちょっと滑ってたもんね。<laughs> サーフィンしてた。<laughs> うわうわ、そんなこと言っちゃってっていう。それはそうね。あ、やばい、Z さん。的確、的確に、的確につかないでください。痛いところそうね。 ま,ま,まあまあまあな中はいいよ中はいいと思うよさて次長がまた何かうんえブラッドブリードってことじゃないよね 何してんの本当に国国ああ誘い込んでるそうねそういう罠だよね はいはい中央システムを乗っ取りうん月<き>空からマジ人狼大作戦 さあ、すごいな仕事が。やっべっミサイルぶっ放してる。わあ音楽そう、すり抜けた。さらに、そうか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 。 そういうのはでできるんだもんね。人狼は。すごいな、これ。無敵じゃん。無敵じゃんっていうか。こんなの好き放題されたら、ちょっと、う、立つせなくないかこんな舞台要する国相手に。立つせがないっていうか、立ち打ちできなくない とはいえ、そこら辺も全部読んだ上で動いてるよね。<laughs> わお、沈黙。おーあーもう想定の範囲外 あの、支持してたベルベットあっ、ま、元人狼人狼つるし。 それがやばいマジか花瓶を何それ頭おかしくなるって あ,あ感知的な剣のやべえまたそうやって吊るしてんの やべえ心臓それを捉えるんだすげえなっていうかんどこまで そんんなな執着してんのなんでいくらかかったんだろうヘカトンケールみたいになってる結構主戦度 <laughs> やばい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 チェインがでもまだわかんないよねわっらえられてないえ捉らえられてないじゃん わお無理無理無理かーっこいい!「存在希釈」ピンポイントで近くしてる部分だけ希釈してるってことかな やべえ、やべえ、やべえ。これ、これやばくないでも大丈夫捕まえられてないじゃん。第 4? ああ、バラバラになった岩あ、やばいやばい。強烈に刺激が入ってるってことやばい。情報が流れてる。近くしきれてない。 わおいないマジかっこいいチェイサーンアンチ、チェイ、わわわわ、キラキラしてる、キラキラしてる。え、ジュ13上げすぎじゃないちょっと、やばい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 。これ、 上げてる側がやばいんじゃないあ薄めすぎると戻れないんだ鼻あ不調ってそういうことわお 10うわぁえげつねさてなんとか降下した キャスパフォー消失チェイン多分存在を証明するための何かなんだ花かきっとわーお美しいね花っていうのいいね うん。ねえ、どういうことなのああ。え違うの花じゃないのこれがあれば戻ってくる。スティーブさんなになになに わ,がわかんない <laughs>。はいはい。こうされたときに。うん。ああらあらあらひられちゃった。 これを見られたくないということで戻ってくるんだ、きっと。あ、覚えてる。あら、偉い。スティーブさん、ちょっとそんな役回りだったね。そうね、聞いてもらった方がいいかも。 そうか。いたということを証明するきっかけや人が必要なんだ。ああ、いいね。いいね。チェインの帰還記念かないやー、めちゃめちゃチェインさんかっこいいなーやっぱり。そうか。すり抜けることができるから、心臓掌握したりもできるんだ。純粋に。ああ、やばいな。恐ろしいな。ちょ、人狼これ抱えてるのやばくないこの舞台抱えてんの。 さあ、あと、ギルベルトさんのね、内情的なものも、あ、これがあれか、人狼舞台か。そうか、お花かと思ったら、だから子供がいるから戻ってこれるっていうところなんだろうね。子供のために戻らなきゃと思う、そのきっかけってわけだ。<laughs> 部屋なんだね、チェインさんは。いいな、チェインさんかっこいいなぁ、マジで。どんどん好きになっちゃうね。 ただ割と自由に動いてるけど人狼局の仕事もあるともなったらすごい疲れそうここ写真あるんだよね地味にホワイトとのここいいねさてあら ゴミを抱いて。お疲れ様チェインさん、好きになっちゃった私。さあ、キルベレットさんうん。あ、そうなのわおあはははとある質疑無理… <laughs> あ、えーえー、え、なにえ、な、な、な、とあるとある始まるえ、え、とあるシリーズだったこれ。 はい、というわけで見終わったわけなんですけれどもいやすごいい,いわめちゃくちゃいいわ本当に超素晴らしいなマジでちょっとチェイン界めちゃめちゃ良かったわもうチェインさんのもっと知りたいもうチェインさんをもっと知りたいと思う,もうミステリアスすぎてさチェインさん本当にもうずっと見てたい <laughs> いやめちゃめちゃ素敵だよねっていうかネジ、ね、くんに対してもさああいう風にさなんかメモ渡したりとかさ な,なんかさあ、本当にさ、顔とかには出さないしさ、言葉にもしないんだけどさ、前性が溢れてるのがいいんだよな、チェインさんって。割と前性の塊じゃない誰に対しても優しいじゃんね。それがすごいいいんだよな。自分のために動いてるマイペースな人でも全然いいんだけど、 でもそんなことなくて、常に誰かのために動いてるとまでは言わないけど、誰か困った人がいたり、ね、自分の周りの身内で結構いろいろと思うところがあったら、ちょっといい方向になるように動くっていうさ、なんだろう、身近な一善をしっかり拾っていくタイプの人ですよね。そこがめちゃくちゃいいし、いやー、なるほど。不調っていうのはそういうことか。だから子供とかも、やっぱりさっき言ったように、あれだよね。だから戻ってくるきっかけになりうること。自分の存在を希釈する 自分の存在を希釈しすぎると、そうすると、周りからもあいついたっけっていう風になっちゃうし、取り戻そうにもそのきっかけがないよっていう風になってしまうけど、あーチェインさんは、ああいう風な行動を取ると、うまいこといくっていう感じなんだね。きっとね。ああ、なるほどなるほど。い、多分あるんだろうな。トラウマがあるんだろうな。一回多分、好きな男の人を部屋に呼んだら、 片付ける前に来ちゃったりとかして、遊びに来ましたとか、多分、あの汚い部屋を見られてしまったっていうのは多分トラウマだったりするのかな。うん。だから、あの、汚い部屋を見られるっていう、そのきっかけで、まあ、やばい戻ら戻らなきゃっていう風になるというか、自然と自分がこの世界にいたことが証明されるきっかけというか、くさびになるんだろうね。うん、いやいや、いいな。そういうところもちゃめでいいよね。 あーい、やでもやっぱりあそこまで汚くなってしまうし、一応掃除をするっていうあたりは、多分しっかりした人なんだよね。掃除とかもめんどくさい、やりたくないっていうタイプの人じゃないんだよね。うん、だから、掃除をする暇もないくらい忙しいんだろうな。あー、なるほどなるほど。そういうところもお茶目でいいよな。なんか、それを見られて恥ずかしがっちゃうところとかもめちゃめちゃいいし、ねあれだけさ、ベルベットに煽られて、ちょっとやばいやばいってなってるのに、さらに、 なんか挑戦的にどん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 存在を希釈していくっていうのが、チェインさんらしくていいんだよね。うん。なんか怖いもの知らず感っていうのがまたいいよね。うん。身内の中でもかなり信頼はされていそうだね。うん。かなり信頼は置かれてるし、だからこそ危険だっていうふうにも思われてはいそうだよね。うん。やろうと思えばどこまでもやっちゃいそうな人だろうから、うーん。多分目が離せないだろうな。あいいねいいね。でも人狼部隊。あの、他の人狼部隊も気になるよね。 うん。どんなキャラクターなんだろうっていうふうにも思うし、まあ、みんな打つのが苦手というか、わざと外したりするってあたりは、やっぱり荒ごとだったり、血を見るようなことがあまり好きじゃなさそうなところではあるよね。うん。とはいえ、チェインさんに関してでも割となんだっけ、心臓麻痺を打ち込んだりとか、あれを見る限りだと別に荒ごとになったら対応するよっていう感じではあるのかな。うん。まあ、ライブラともかなり、ね、親密な関係っぽい。チェインを割と貸し出されてる的な感じなのかな。 ライブラの諜報員として、まあ、貸していただいてるっていう形なんだろうな、チェインさんの身柄を。預けて、預からせていただいてるって感じなんだろうな。うん。結構、思いのほか、やっぱり、ね、で、術師連合とかもそうだし、割とまとまってるよね、異能集団みたいなものはね。うん。で、13王の花瓶王に、ああ、ベルベットは、期間をもらったりというか、剣能をもらったりしてるってことは、そうかそうか、でも、絶望とかの表れとかも含めて、 神々の義眼っていうのもあれは何かしらの王に関係するものなのかなうーん。だからその目をもらってるっていう感じなのかな何王なのかわからないけど。うーん。13王の誰かしらになんかちょっかいかけられた。でもヘルサレムズロットの中じゃないもんな。そうだよねだって。遠くで接触されて神神,神々の義眼な見通すものはどっちだみたいな。うーん。そんなことを言われて、 うん、だから、別に、そっからヘルサレムズロットに来てるわけだから、 どうううなんんでしょうねねそこら辺は、ねうん、まあ、いろいろと気になるところではありますけれども、まあ、まあ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 、あの BB、BB ロケットも含めて、結構、他国でもやっぱり問題にはなってるんだね、ブラッドブリード。あそこの中だけじゃないんだよね、だから、ああいう異能が問題になってるっていうことはね。そうだよね、東アジア、東南アジア、南アジアだっけ南アジアにブラッドブリードがいて、そっから、ヘルサレムズロットまで飛ばしたっていうケースもあるわけだし、ー結構、やっぱり、この世界はカオスなのかもしんないね。 特別そのカオスの濃度が高いっていうのがヘルサレムズロットっていう感じか。はあ、はあはあ、いいね、いいね。いいなぁ、この日常、いいなぁ。なんか好きになる作品だね、ほんとに。うん。ずっと見てたいし。ネジ君とレオ君の喧嘩はずっと見てたいしね。 ああ、いや、めちゃめちゃ良かったので、ちょっと次回も楽しみにしていきたい。ギルベルトさんも気になるんだよね。ああ、完全にとあるシリーズだったけれども。<laughs> とある出事の、なるほど、どうなってしまうんだっていうことで、ワクワクしていきたいな。レールガンか何かするのかなはい、というわけで、とりあえず今回はこんな感じで終わりましょう。以上、結界先生ビヨンド第4話でした。バイバイ。